どうも皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。今日は山形県天童市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今回の動画はですね、先ほどまでですねゼロっていうね出荷組合の仲間とですね、まあそれぞれの地区で悩み事であったりだとか、今年去年ねこれからどうしていこうということを話し合ったものをですね動画でずっと撮ってきたんですけども、今回の動画に関しましては皆様方に今回の感想と、あと清水社長の方ですね、にお声の方ですねちょっと一ついただいて、今回の動画の締めとねさせていただきたいなと、そういう形で感想とかみたいな形でねやっていきたいなというふうに思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日もやってってみましょう。今回皆様方の方にお集まりいただきましたので、ではお名前とそれから今回皆様方で、まあ、集まってどういったふうに感じられたか、それでちょっとねお伺いしたいというふうに思います。では順番にこう、じゃあお願いいたします。ゼロ茨城の川口農園です。今日はゼロの皆さんが全国から来るってことで、来れるか分かんなかったんですけど、来ることができてよかったです。やっぱりいろんな地域があるので悩みが共通の部分もありましたし、地域柄もあって、自分のその栽培技術がなんか上がるきっかけになったなと思いました。とても勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ゼロ茨城の、株式会社ブレイブです。今日はいろんな各県のゼロのメンバーが集まって、ゼロってこういうところなんだよっていうのを、皆さんに伝えられたの のがすごく良かったんじゃないかなと思っております。本日はありがとうございました。秋田です。有限会社長八の宮川といいます。私が、一番、最年長では皆さんこう非常にこう勉強熱心で、これからどんどん伸びる、メンバーだなというのをこう実感できました。私もまだレギュラー10年ちょっとですけれども、皆さんと切磋琢磨しながら、若干、もうちょっと伸ばしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゼロ千葉支部の菅谷農園です。今日は生産者として同じ立場で生産者の顔がもう各地の顔表情が見えるっていうのが、ネギの写真だけじゃなくて顔を見て今年の苦しかったこと楽しかったこといろいろ話してきたので良かったと思います。ありがとうございました。千葉の高木です。会社名はサントルと申します。今日はいろんな人に会えて、いろんなことが聞けて、非常にちょっとまだ自分もアドレナリンが出てきたなって感じがしたので、今後もよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ゼロの千葉の、石橋農園です。今日は初めて会う方々がほとんどで、いろんなやっぱり県の、悩みとか、そういったものを聞けてたくさんいい経験だったのでよかったと思います。ちょっと時間もあんまりなくて、もっといろいろ話したいこともいっぱいあったんですけど、こういうやっぱり他の産地と交流っていうのはなかなかできるものでもないので、やっぱりこういうゼロっていう組合っていうのはすごいいいものなんだなっていうのを思ったので、月に1回ぐらい集まりたいなと思いますので、よろしくお願いします。ゼロ茨城の小野瀬農園です。インスタでは皆さんのことを結構拝見させてもらってたんですが、こうやってコミュニケーションを取っていろいろお話を聞けてよかったのと、話が面白くて自分ももうちょいお笑いの腕も上げないとダメなんだ。ありがとうございました。ゼロ栃木大田原の小高野さんです。今日はいろんな県の、ネギ農家さんですね、やる気のある人たちといろいろ話ができてとても楽しかったです。今後ともよろしくお願いします。ゼロ栃木大田原のマルホファームの川島です。今日はいろんな方とお話ができて大変勉強になりました。大田原支部まだ始まって2ヶ月ぐらいなんですけども、今年さらに大きくしていこうという決意が新たに生まれたかなと思います。今日はありがとうございました。ゼロ栃木宇都宮の大沢です。今日はありがとうございました。皆さんの、栽培に関する話の他に一経営者としての話も聞けたりして、とてもためになる時間でした。でやはりこう一つのゼロっていうチームとして頑張っていこうと、また気が引き締まった思いです。でまた今日だけで終わらず、皆さんと情報交換してより自分の技術も上げていきたいと思います。ありがとうございました。そこのあなた、高評価コメントもよろしくね。今日は全国から本当にやる気のあるネギの子さんが来ていただいたんですけど、
来ていただいた理由としては地域の技術、そういった共有するものが地域でもあまりないのに各県にはものすごいいいことがある。で、まあ一人ずつ行くとですね、川口農園さん、まあ作ることに関してはもう本当に365日僕に電話をかけてくる。本当に僕も時間取られるんですが、この2年間で栽培で一番伸びた方だと思います。僕よりも本当に作るのうまいと思いますし、皆さんもっとインスタとかね見てもらって勉強熱心というか技術をどんどん盗んでもらえればなと思います。で、山崎農園さん、ブレイブ株式会社ブレイブですけども、やっぱりその地域の中でも一つこう抜けた、地域から少し抜けるって確かに怖いことではあると思うんですよ。その中からやっぱり勇敢にね、一人地域で僕が出ていくぞっていう気持ちで一人立ち上がった一人だと思います。で、そういう勇気が出したいけど出せない人はやっぱり山崎農園さんに話聞いた方がいいと思いますし、で、それぞれ栽培が得意な人もいれば出荷が得意な人もいると思うんです。ブレイブに関してはやっぱりもともとそういう加工の工場の工場長をしてましたので、やっぱりネギ農家始めても出荷はものすごくやっぱり早いですね。だから出荷のことに関してやっぱり見に行った方がいいかなと思います。株式会社昭和地ですね、宮社長に関しては僕らのやっぱり大先輩ですから、この僕らが作っていることよりも歴史を知ってますね。例えば僕今年勉強になったのは暖冬だからと言って安心してました。だけど宮川社長から、いや寅さん危ないよと、一回こういう時ってどか雪降るよって言ったことがやっぱり当たってましたよね。やっぱり先輩は経験があるので、そういった意見をやっぱり遠くなので聞きながら、栽培に関してもそうですね、僕らが持ってない機械とかを持ってらっしゃいますので、大型の機械とかはやっぱり社長の方が得意ですから、僕らも勉強に行こうと思っております。で、スライ農園さん、僕が見た中で1年目でネギを作った中でナンバーワンにうまかったですね。僕の1年目と比べたらもう100倍上手です。やっぱりリテラシーが高いというか、やっぱり調べることも多いし興味もあるし、僕は商売という観点で結構始めてますけど、菅谷さん本当に千葉の生産っていうことではやっぱり引っ張ってほしいなと。まあ高木さんも石橋君も僕もいますけど、菅谷さんから勉強することいっぱいあると思うので、年齢重ねるごとに僕も忙しくなれば忙しくなるほど栽培に関しての時間が取れなくなっているのも事実です。だから菅谷さんがすごい勉強したりとか、逆に教わることいっぱいあると思うんで、その新規収納始めたばっかりの人たちは菅谷さんにコンタクト取って教えてくれとか聞きたい、同じ悩みが多いと思うんですね。キャッシュフローの問題もあると思います。そういったことも聞くといいと思いますんで、菅谷さんの今後のこの面積の作ることが得意な拡大に関しては聞いていった方がいいだろうと思います。高木農園さん、サントレードさん、やっぱり今4年目になりますが、去年12丁分やるという、4年目で12丁分って本当に大変だと思います。僕らに言えない苦労、人が仕事が終わってからいろんな悩みがねあると思います。急に面積を増やした悩みっていうのは僕も同じですから何回も通いました。だけどお父さんもパワーありますけども、やっぱり本人のそのやる気というか、一からこうやってみるぞっていう、品種はこれがいいのかとか、やっぱり面積を急に拡大する人の悩みなどはやっぱり高木さん、まあ共有一緒にして、まあ、全国みんないっぱいいると思うんですよ。単種 10R からの利益が減ってる状況ですから、急に拡大しなきゃいけない時もあると思います。そんな時やっぱり高木さん同じ悩み抱えてるので、やっぱり聞いてほしいなというところもありますので、頑張ってほしいと思います。高評価、コメントもよろしくね。石橋農園さんはまあやんちゃというか、もう波乱万丈な火星疲労オール14で、僕がこうやったらいい、いやそんなお金はないって言ってですね、もう石灰も巻いてませんから、それでもはしょってはしょって、お金がないわけですからはしょって栽培をしましたけど、その失敗が今彼をすごく大きくしてると思います。
まあ人の器でいうと僕らより何倍も大きいですし、失敗からのリカバリーっていうものも僕は本当に尊敬してるし、ネギで失敗したらすぐにラディッシュ植えたりだとか、ほうれん草植えたりだとか、その一つ一つに関して深く追求してるわけではないんですが、失敗したことに関してのリカバリーというか、経営がやばい、じゃあ次何したらいいかという行動は本当に目が覚めるものというか尊敬するものがありますので、自分の性格上でいやー100点のネギ作んないんだけども、あっちこっちやってみたいとか、失敗多いっていう、でもお金がなくなったとかの悩みはやっぱり石橋さんに聞くと勇気を僕はもらえるんじゃないかなと。今年のヨトウムシの失敗からの立ち上がりというのは僕も本当に感動したし、何とかして助けないといけないと思ったし、ただあのリカバリーは誰もできなかったんじゃないかなと。ネギからラディッシュやいろんなものを植えてすぐね売り上げを立てるっていうことは本当に勉強になる方だなと思いますので、皆さん、失敗談が多い方なんか直にいいんじゃないかなと思っております。次に小野さん、これさ、自分の親が肥料屋さんっていうこともありですね、まあ、栽培のこととか、まあ、ある程度分かってはいるんですが、まあお父さんとは経営体系がちょっと違ったりだとか、あとは物流が地域が弱いエリアではありますよね、まあ、そういった悩みを抱えてながら、そのエリアでもですね、この企業感というか企業気質を持っている会社なので、ゼロにどうですかっていうお声をかけさせていただきました。農家からさらにこのお父さんの時代から次の時代に行くときに、すごい若い力で会社、彼についていこうっていう従業員さんも多分おそらく多く出てくると思います。だからそういったところでやっぱりゼロに入ってもらってですね、常陸大宮の方をやっぱり盛り上げていってほしいなと思います。栃木の日高さん、農産さんですけども、やっぱり作るということに関してのやっぱりポテンシャルをよく見てますね。それで今ほとんど 2L しかないような状況のネギは年間通じてですよ出しているということで、僕も見させていただきましたけども、素晴らしいやっぱりネギだし、隣にいらっしゃるマルホファームさんと連携してですね、日高農産さんとしては作ることがものすごい得意であると。だけどマルホファームさんっていうもともと企業、別の事業企業をやっている人が農業を始めてますので、従業員さんしかり、まあ、障害者さんとも連携してやってる会社なので、作ったものをこう結束したりだとか、そういう連携プレーも農業界には必要なんじゃないかなと僕は思います。マルホファームさんも初めて農業をやられましたよね。そんな中僕にも声が聞こえてきました。あそこ農業を始めたばっかりだって、全然いいネギできないっていう噂も来たこともあることも事実です。でも今になってあそこすごい良くなったっていう噂も聞きます。だから最初そのエリアであいつダメじゃんって言われたとしてもですね、3、4年の間、5年の間にはですね、こんなにも素晴らしいそのエリアで仲間になると、もう昔からいるすごい方々も一目置くような人たちに僕はなっていると思いますので、このチームというのはこれからもっともっと伸びていくと思っておりますので、作るのが上手な方と出荷が得意な方とか、そういった方はそういうチームを組んでやっていくのも僕はありかなと思います。宇都宮の大沢農園さん、体に病気を抱えているっていうところが僕はすごく気にいつもしてるんですが、やはり他の企業から来てるっていうのもあります。だけど生産もものすごく上手なんです。だけどもこの皆さん宇都宮、まあ、栃木全国の生産者さんをこうまとめる力もやっぱり彼の人の力というんでしょうかね、やっぱり僕も引き込まれるところがあって、もうネギ作るのを本当ちょっと減らしてうちに来てくれないかっていうような人望のある方なので、そういう一人一人の特徴はあると思います。面白い人もいれば、作るのが得意人もいれば、出荷が得意な人もいると思います。だからその地域でどれがいいっていうことはないですので、そのチームエリアですね、連携して
やっぱりやっていく時代なんじゃないかなと僕は思いますので、この一人一人のゼロの生産者は本当尊敬してるし、これからも僕のインスタを見てる方々は多分ハッシュタグを僕つけると思います。だからフォローしていただいてですね、僕自身が生産のことをずっと上げ続けるわけには今いかないので、本当に僕よりもすごい知識持ってますので、彼らのインスタなどを見てですね、どんどん連絡取ってもらったり、栽培をよく見ておいてほしいなということに思いますので、ぜひ今後もトクゼロの皆さんもよろしくお願いいたします。はい、それぞれのですね、農家さんがもうプロフェッショナルでございまして、まあ、インスタやられている方、まあ、そうでない方もいらっしゃるかと思いますし、ご連絡ですね、そういったものがつくのであればまたね、心よく受けていただくことが可能でございましょうか。大丈夫ですね。はい、なので、まあ、清水社長はじめ、ここに集まった仲間ということでですね、情報共有もしてますので、聞きたいこととかありましたらお気軽にですね、ご連絡いただければ心よくね、受けてくれるかなというふうに思いますんで、ぜひですね、載せておきますのでですね、まあ、尋ねていただければいいかなというふうに思います。それでは本日の動画は以上です。いかがだったでしょうか。またね、いつも本当に皆様方ご視聴、コメント、高評価、低評価、本当にありがとうございます。励みになっております。また私、インスタグラムとツイッター、X やっておりますので、よろしければそちらの方のフォローもぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。いつも皆様のご視聴ありがとうございます。バイバイ。したっけね、ご視聴ありがとうございました。